皆さんこんにちは、加藤夏樹の YouTube チャンネル夏色。おはようございます。現在夜中の3時半でございます。今日はですね、お休みの日の1日を動画に撮っていきたいなと思っているんですが、何よりここ毎日毎晩、ボクちゃん、一番下のボクちゃんの夜泣きと、覚醒がすごくてですね、夜中起きるという、はい、そして二度寝からの起床でございます。おはようございます。6時半です。いやー、寝不足は大変なんですけど、可愛いからね、頑張れちゃうんですよね。お母さんもうデレデレです。もうね、この赤ちゃんの香りに毎朝癒されてキュンキュンしちゃっています。あー、いい香り、赤ちゃんの香り、いい香り。現在7時半ですね。いやー、全くもって何にもやる気が起きない朝です。眠い、とにかく眠い。やばいやばい、本当にもう寝不足が続いてクマが取れない、悪化する一方なんですが、さあちょっとお湯を沸かして、お湯が沸くまで放心状態になっています。朝日を浴びながら放心状態、その目線の先にはおはよう、スティッチだよ。はい、全く似ていませんね。すっきり起きるために、洗顔、あとね、歯磨きをして、まあ、基礎化粧品等々をやってすっきりと体を起こしていきます。基礎化粧品はすごいシンプルです。普段使ってるのは化粧水をして乳液、美容液、クリームとやっていきます。一応ね、ちゃんと洗面所も洗うんです、使い終わったら。私が来た、オールマイトでテンション上げていきます。さあ今日はね、一応動画を撮るということでお化粧していきたいと思います。お化粧自体本当にシンプルで簡単なので、だいたい10分もかかんないぐらいです普段で。寝不足からくるむくみがすごいので、ちょっとリファでね、むくみを取ってから、下地を塗って、日焼け止めを塗って、でその後リキッドファンデーションを塗って、軽くね、ティッシュで余分なファンデーションを取ってからパウダーで抑える感じです。パウダーもファンデーションですね。結構このファンデーションカバー力あるのでお気に入りです。そしてチークをして、アイブロウをしていきます。眉毛はね、先の方だけしかほとんど描いてないです。ブラシはね、熊の筆で、私のね、名前を掘ってもらったブラシを使っています。柔らかくてすごく使いやすいのと、あと何よりこの名前がさ、ひらがなで小学生みたいで可愛いでしょ。はい、でアイシャドウは濃い色から順々に薄くなって塗っていくのが結構最近私のパターンですね。最後はマスカラとアイラインを引いてリップクリームを塗って完成です。非常に簡単なナチュラルメイク。娘のシュシュを借りて髪をまとめたら、お母さんの一日がスタートです。さ、一番下の息子ちゃんをおんぶしながら、昨晩の後片付けですね、洗い物をしてから朝食に取り掛かるんですが、まあなかなかね、前の夜のうちに洗い物を終わらせるのがね、しんどくて、体力的にもなんですけど、気持ち的にね、なかなかやれないんですよね。で朝食の準備です。最近私がハマっているのがスムージーなんですけど、ね、小松菜と人参とあとフルーツ入れて、ヨーグルトとミルクとっていうすごい簡単なスムージーなんですけど、これが美味しくて、で私もこれを飲むと結構ね、一日のお腹の調子がいい感じなので、結構毎日今飲んでますね。で子供たちも、あの生野菜ですけど、野菜をねスムージーとかジュースにすると、食べてくれる、飲んでくれるので、まあスムージー様様って感じですね。バナナ入れてヨーグルトも入れてなので、かなり甘いスムージーになります。牛乳入れて、でここでおすすめなのがこちら、ミドリーフの玄米ミルクです。これはね、
夕暮れなって石垣島の夕暮れなとあと秋田県のオフが合わさったミルクですね、ミドリフ、これを入れてスムージー作ってきます。今日のおかずは目玉焼きとソーセージです。ほんとシンプルで簡単な朝食なので作ったって言えないぐらいのあれなんですけど、でもね手の込んだものとかもうなかなか作れないです。もう体力的にも気持ち的にもで、こうそれを毎日持続しなきゃいけないっていうのがね大変なんですよね今日は、ケチャップソーセージにしていきます。であと子供たちはねフルーツを追加でみかんとリンゴを入れる感じで完成です。これは子供たち用の朝食、これは大人用の朝食、ここキャベツですね。さあということで一番下の僕ちゃんもご飯が終わって出くれたので寝室に連れてきました。赤ちゃんのいい香り癒される。赤ちゃんの匂い、さあじゃあ出かける用意しますかね。着替えもしなきゃいけないしチャキチャキ動きましょうかね。チャキチャキ動きましょうか重たいです、重いです、準備完了しました。出発しましょう。して家族で焼肉を食べに来ました。久々の外食ですね家族で。美味しかった。さあそしてこの後、まあ、子供たちとねいろいろ買い物をしたりお外を出歩いてて最後はもう子供たちはぐっすり寝ている状態で帰ってきました。これは長男くんですね。はい、ということで帰ってきました。買い物に行ったりとかして今子供たちはお昼寝をしているんですが、私もすごく眠いこの後夕飯の用意したりあと起きたら子供たちをお風呂に入れたりとかして過ごします。あとその後は、まあ、子供たちと遊んだり私は動画を編集したりとかして寝ます。そしてまた夜泣きと戦います。眠いという感じで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またこんな感じでね日常の一部を動画にできればなと思っているのでまたぜひ見てください。それではバイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。フォローよろしくお願いします。ヘバナ。